白百合ペット王国、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました、白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会の会長、また脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅したラジオ番組です。ペットを愛してるから健康のこと、しつけのこと、もっと知りたい、そんな飼い主さんにお送りするペット情報満載の30分番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。この番組は、所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聴きください。白百合ペット王国、茶子さん、はい、楽しみにしていた前半の大型連休もあっという間に行ってしまいましたね。本当に好天に恵まれて、私も家族揃ってバーベキューをしたりお出かけしたり、楽しいゴールデンウィークを過ごしました。あの番組のエンディング曲でおなじみの田島玲子さんから、はい、常夏のシンガポールから帰国しましたとメールをいただきました。海外に出かけられる人たちも相当の数になったんでしょうね。 JTB が6日発表した今年のゴールデンウィークの旅行市場の見通しによると、海外に旅行に出かける人は前年比の 4.8% 増の56万3千人と、過去最高だった2000年に次ぐ水準となりました。円高基調や連休が取りやすい日並びが影響しているようです。海外旅行の行き先別では、韓国や台湾などアジアが 4.9% 増となり、谷間の2日間を休めば9連休が取れることから、欧州も 5.2% 増と高い伸びを示しました。ハワイに行く人も 5.6% 増えるということです。一方、国内旅行者数は 4.2% 増の2064万5千人と推定。東京といえば東京スカイツリー墨田区ですが、この関心が高くて関東方面への旅行が増加しています。昨年に引き続き九州方面も好調です。一人当たりの旅行費用ですが、平均で国内が 3.8% 増の 3万5100円、海外は 0.8% 減の20万8000円を見込んでいるそうです。あの茶子さんはどんな連休を過ごされました？今年は久々のファミリー大集合しました。はい、5月3日の日に、所沢航空公園でバーベキューをしました。はい、
の前日から泊まり込みで準備をしたりまた駐車場の心配で、うん、もうちょっと本当にいろいろあったんですけれども、うん、はい、新緑と日陰の涼しさに笑顔が広がりました。そうですか、はい、うん、4人の子供と連れ合いでしょ、うん、はい、それに孫でしょ、総勢14人、お結構ね、はい、みんなが集まれたのは本当に久々でした。上の美術館にも行ってきました。そうですか、はい、今年もご主人出されたんですね。はい、いつもは総裁展っていうのがあって、はい、秋にあるんですが、はい、今年からこのゴールデンウィークの期間になったんですよ。そうですか、はい、ちょっと前から期間が短かったんですけれども、はい、頑張りました。はい、あと3ヶ月もすると夏休みです。しっかりと ね、働かなくちゃ、はい、そうですね、はい、駅から近くて家賃もお手頃、ペットも OK、 そんな物件ないかしら。あるんです。駅から近くて家賃もお手頃、もちろんペットも OK、 私たち TS にお任せください。所沢市南住吉株式会社 TS。白百合、白百合、白百合、あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー、お問い合わせご相談は 04-2928-0900 まで。白百合ペット王国、それでは今回はエッセイでスタートしたいと思います。茶子さんの語りでどうぞ。あんなことこんなこと、雨に負けないバーベキュー、所沢の米で日本酒を作る会会長菊池一夫。この会はやましい人は生きられませんね。こんな言葉を投げかけてくる人がいた。私はえと聞き返した。いや、あまりに純粋な人々たちばかりでそう思ったんです、とその人は返してきた。所沢の米で日本酒を作る会と荒畑富士の近くで炭焼き活動をしているフレタン会の恒例のバーベキュー大会での一幕であった。平成8年より所沢に残る幻の田んぼから取れた米を使って純米酒夢ところを作る活動を続ける所沢の米で日本酒を作る会とフレタン会は、平成11年より合同でバーベキュー大会を毎年8月に行ってきた。飲み物、食べ物は所沢の米で日本酒を作る会が得意とし、焼くこと、調理に関してはフレタン会が主に担当するという構図で、ずっと会を重ね、振り返るとなんと15回にもなっていた。最初は飯能の方に出かけ、阿賀野や成木川、日高の彼岸花で有名な河原にも何年か赴いた。ここ数年は清瀬の金山公園の河原に場所を決め、今年も8月25日日曜日がその日で楽しみに準備を重ねてきた。前日からの機材の積み込み、肉、野菜の買い出し、場所取り担当は寝ずに現地に飛んでブルーシートを敷いて一等地を確保する。深夜に場所確保 OK とメールが飛び込む。あとは明日の天気だ。当日は朝4時半の起床で万全を期して最終の準備。どうも外の暗さが気にかかる。いつもなら窓越しに映る向かいの家の屋根下部分の三角の白壁に赤い朝日が今日はない。戸を開けて外に出た5時半にはまさかまさかの雨粒が。雨の神がもしいるのなら訴え申す。大勢の人たちの楽しみをなぜなぜ奪うのかと。しかし無常の雨は音立てて勢いを増してくる。中止の言葉が頭をよぎる。買った肉や野菜も冷蔵庫を閉めている。何か手立てはないものか。
屋根のあるところならいいのだが、近くの集会場を使えたら、そう思って管理する自治会長宅を訪ねるが、6時前、まだ起きてはおられない。仕方ない。もうしばらくして出直そう。その間、天気予報を確認しようと電話を握る。あれ？天気予報は何番だったかな？頭に浮かんだ117をダイヤルする。時を刻む音がして時間を知らせてくる。確かめたいのは天気です。と次に頭に浮かんだ番号をプッシュ。火事ですか？救急車ですか？慌てて間違いを詫びて切った。119は飛んだ場所違い。すみません。そんなところに場所取り担当理事から撤収完了の連絡が入ってくる。空は心なしか少し明るくなったような気がする。雨も小降りになってきた。このまま上がってくれればいけるんだが、そんな状況下で適切な判断を下さなくてはならない。撤収の方は少し待ってほしいと電話して再度自治会長宅を訪ねる。玄関の前に立つが、チャイムを押す手がためらわれた。先の小降りは一転して本降りの勢いである。もはや出直してなどとやっている猶予はない。集会場がダメなら中止と流せるわけで、ここは厚かましく腹をくくってかかるしかない。やはりご迷惑をおかけしてしまった。非礼を詫びて集会場の確認をする。地域の集まりがあってダメとの返答であった。それは何時からかと食い下がる必死の自分に、もう一人の自分が背後から拍手を送る絵が見えた。確認して夜の使用ではあるが、3時から準備がありますのでやはり無理です。それなら2時までにこちらは会場を開始します。それで何とかお願いしたいと懸命に頭を下げ続けた。祈る思いとはこのことだと実感できた。結果、会の事務局はこの町会の構成員で信頼は厚い。そこの関係団体じゃ仕方ないかと、明け渡し時間の厳守を条件に使用許可が下りた。すぐに会場変更を流し、午前9時過ぎから集会場に続々と参加者が集まってきた。外にテントを張ってドラム缶を船型に割ったものに炭を起こし、生ビールの本格セットを備え付けて試し継ぎ、何人かの得意さんが試し飲み、夫人の方々で手際よく肉と野菜が準備されて炭火のもとに運ばれる。生ビールで乾杯に至る。待ち時間がもどかしい。やっと開会の挨拶に入ったのが10時。それからは時間との勝負だ。限られた時間にいかにいっぱい食べて飲むかだ。飲むほどに酔うほどに、にぎわい立つ集会場は時こそ早いが完全に主演の席になっていた。正午前後には用意したお酒もほぼ空になって、アルコールの追加の声まで上がる。野外と違ってなんと楽なこと。来年も屋根の下がいい。こんな声も結構あった。朝のあの緊迫した状況下で3年分くらいの真剣さを使い果たした私のアルコールの周りは予想以上に早かった。大きな心と器で自治会長は会に使用を許してくださった。そのお礼に伺うつもりでいたのだが、家に戻ってたどる記憶にそこだけが欠落しておぼろである。天気予報を確認するため消防署に電話したり、大事な部分が欠落してよみがえらない。これは加齢による老化現象というものに違いない。一人悩んでいても仕方がない。昨日一緒だった副責任者に確認したところ、私が代わりに挨拶に伺ってまいりましたので、そこの記憶がなくて当たり前です。
地方ではありませんから安心してくださいと励ましてもらった。妻の言うには、昨日の4時過ぎに戻って朝までこんこんと眠り太郎状態だったとか。他の人たちは大丈夫だったかしらんとまた心配したりしている自分である。雨の神も今年は我々の楽しみを奪いきれなかった。涼というお話ですね。この連休もうちの子供たちもバーベキューするんだなどとね、張り切って出て行ってましたよ。そうですか。本当にいいお天気続きましたものね。そうですね、はい。愛するペットと暮らす穏やかな日々、想像する新しい毎日。所沢でお部屋を探すなら TS、 まずはお気軽にご相談ください。株式会社 TS、 電話 0429249459。 白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国。さて、今回も楽しい話題を用意いたしました。この後すぐ始まります。私のペット自慢ということで話題を準備しました。どんな自慢でしょうか。菊池さんの取材でお届けします。白百合ペット王国。白百合ペット王国、今日は私のペット自慢ということで、鹿島さんに鳩さんのことでお伺いしたいと思います。鹿島さん、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、鹿島です、はい、よろしくお願いします、はい、鹿島さん、鳩を飼い始めてからどれぐらい経つんでしょう。飼うのはもう20年ほどになりますね。20年ぐらい、はい、はい。表にレースバトっていう本がありましたが、レースは2010年からです。2010年から、で、その前はただの趣味で飼われたんですか。そうですね、本当のペットって形で。あ、そうなんですか。飼ってたので、あんまり飛ばさないで、家で、飼ってたので。あ、そうなんですか。小さい小屋で、はい、今何羽ぐらい飼われてるんです。今200羽ぐらい。200羽。はい、これは自分のうちで孵化させて、今孵化させていて、孵化させたのが100羽、親バトが100羽ですね。はあ、そうですか。これも種類がいろいろあるんですか。まあ、レースバトで、まあ、ベルギーの系統とかオランダの系統とか日本の在来の系統とかあるんですけどね。そうなんですか。系統的には、種類は同じハトなんですけど、これ伝書バトっていう言い方でいいんですか。まあ、そうですね、はい、昔で言えば伝書バト。あ、今言う、まあ、レースバト、レースバトって言うんですか。昔は通信に使ってたから、各新聞社等にもハトは飼っていたんですよね。昭和、30年40年ぐらいまで飼ってたと思いますよ、確か。あ、そうなんですか、前にですね、首のないハトが落ちてたのを見たことあるんです、それでよく見たら足管っていうんですか、足になんか管がついてまして、それに連絡先なんて書いてあったんで、大事なハトなんだろうなと思いまして連絡したんです、そうしましたら狭山市の人ですぐに飛んできましてね、で、このハトさんもこのレースバトで、何かレースかなんかの途中で鷹かなんかにやられたんじゃないのかなって、そんなことを言ってましたけど、まあ、ここ所沢も住宅が、もう増えてきたんですけど、この辺りでも八国山っていうのかな、松ヶ丘の方からとか、西部球場の方とか、結構山が多いとここですね、狭山丘陵からここまで飛んでくるんですよね、目がいいから。あ、そうなんですか。5分ぐらいで来るみたいね。鳩も、まあ、ここで飛ばすと、半径5キロぐらいは
行きますんでね、うん、そうするとその先の、から見えるから、ついてくるんですよ。本当困ったもんね。年間だいたい 10% 以上かな、100パで10%ぐらい、1割ぐらいは高野以外にあったんですね。まあその他にあの追われて電線ぶつかるのもいれば20%ぐらいですかね。鷹の被害がひどくて今それが悩みの種ですね。ああ天敵、天敵で、はい、あの皆さん意外と高く飛んでるから気がつかないけど、鳩を飼ってると必ず寄ってくるんですよ。ああ毎日のように。あそうですか、だからなかなかね、いい鳩でもね、ヒナのうちは特にこれから入梅シーズン、7月ぐらいまでは、タガの被害はひどいですね。あそうなんですか、はい、まあこれ防ぎようがないしね。ああそうなんですか、そうするとこちらさんで飼われてる鳩さんも全部この足環はつけてるんですか。足環はついてます、はい、あレース参加するためにあの協会の館が毎年、あれは決まりなんですか。はい、決まりなんです。あ、そうです。それで血統証明と住所証明ですか、はい、してるわけです。あ、そうなんですか。これ鳩っていうのは、餌あげるっていう言い方いいのかどうか。餌は配合飼料、トウモロコシ主体の、はい、あと豆類、はい、コーリャン、はい、あとはあれですね、麦と類とか、そういったものを配合したものが、ありますんで、それをあげてます、はい、1日何回ぐらいやるもんですか。1日2回ですね。2食。あ、そうなんですか、はい、それは朝と夕方。夕方、はい、あ、そうですか、はい、1日2回で、あと朝は水をあげて、あ、そうですか、この鳩さんの病気なんてのはあるんです。あ、病気もありますから、はい、これから予防注射、予防注射か、ワクチンを毎年ヒナやるんです、これから、はあ、揃ったら、もう5月か6月には。あ、そうなんですか、毎年やるんですか。毎年新しいヒナは抵抗力がないから。それとあと定期的に年3回ぐらい、予防薬をやってます。あ、そうですか、予防薬、はい、あ、そうなんですか、はい、怪我には強いんですよ。電線ぶつかって、こう切れてもこう水が漏れててもそれでも死なないんですよ。いつの間にかこう食道がくっついちゃうんですよ。人間だったらもう渋滞ですけども、怪我には強いんだけど病気には弱いから、やっぱりそこは気を遣って年3回ぐらい予防はしますね。先ほど鷹が天敵って言ってましたが、はい、カラスなんかはどうなんですか。カラスもまだよく飛べない、こう鳩小屋に入る訓練をしてる頃よくやられますね。あ、カラスのよく飛べないうちこう、屋根から屋根ぐらいで周りの景色とか鳩小屋を覚えさせるために、頃はやっぱり本当の、厩舎から出した頃はちょっとカラスにやられることもありますね。カラスも利口だから飛べないのと親とヒナは見分けて、ちゃんとヒナを目がけて飛んできます。あ、そうなんですか。飛んでるところを見なくても屋根止まってて分かるんですよね、あれね。やっぱりカラスは利口なんですよ。利口、やっぱり動きで分かるんだろうね。そうですか。鳩の魅力っていうのは何でしょう。今も北海道は行ってるんですけど。北海道、その帰ってくるのが、小さい体で休まず帰ってくるんです。北海道から帰ってくるんですか。1日で帰ってくる。向こうに連れて行って向こうで話すわけですか。今北海道行ってます。塩見から、1000キロ、900何キロかな、正確には。それもレースのうちの一つなんですか。レースなんです。それがレースなんです。最終レースですね、北海道から。まあちょっと遠い稚内の1100キロっていうのも同時ですけどね。1100キロ、ってのもありますね。
みんな今最終レース行ってます。あ、そうなんですか、それはこの間、7日にあの集合持ち寄り場所に持って行って、11日補給の予定です。もうこれちょっとやっぱり運送の疲れあるから、休まして、それから補給ですね、はい、あ、そうですか、そっちまでは鹿島さんが運ばれるんですか。いやいや、担当の人が、補給員が持ってって。あ、そうですか、そういうレースっていうのは年に何回ぐらい、何種類ぐらいあるんですか。10回、15回ぐらいかな。15回いるの、はい、あ、そうですか。いろんな春で、それは長距離のレースと、まあ、100キロから、まあ、10キロの訓練から始まるんだけどね、10キロから10、20、30、40、50と訓練しておいて、あとクラブ訓練60、80、100ぐらいやって、でレースは100キロ、200キロからかな、レースはやりますね。今回のは千何キロっていう、最終ですね。もうこれ最後、これが一番大きいレースですか。大きいっていうか最後のレース、最後です。距離が長距離の、長距離レースですね。何歳ぐらい、この鳩の鳩は、だから、去年生まれて、だから1歳の鳩が行ってるんだね。あ、1歳の鳩が、それとあとは、やっぱり3歳ぐらいが一番あれかな、体力的には一番充実してて、5歳過ぎるとやっぱりね、っていうか、それこそ先ほど話した鷹のせいで、取られちゃうんですよ。今あの鷹にの被害があって、レースそんな親の鳩が飛ぶっていうのは少なくなってきてますね。昔はだから経験で飛ぶっつって、5歳6歳の鳩が多かったんだけど、長距離は、それが今はあれですよね、もうそれまでには大概いなくなってしまうという、本当鷹の被害はひどいですね。そうですか。あのセレモニーとかそういうふうな時にいっぱい話す、 あれはまた別なんですか。あれはまたあの、業者と契約してる人だけですね。大概あれは白い鳩が多いんじゃないですか。あ、白い鳩、そうですか、たまになんか産業祭とかそういうので頼まれると、まあ参加、まあそういうのも訓練の一環として、飛ばし支援を参加することもありますけどね。あ、そうですか、はい、ありがとうございました。今日は突然すみません。はい、今まで初めてです、ハトさんのっていうのは。あ、そうなんですか。はい、はい、今日はありがとうございました。白百合ペット王国、以前に一度ご紹介いたしましたが、イエロードッグプロジェクトを再度お知らせいたします。 You and me ペットニュースナンバー17から紹介します。黄色いリボンや黄色いものをつけている犬を見かけたら、ペットの犬の中には病気や怪我、過去のトラウマ、環境の変化からのストレスや治療のためのリハビリなどでそっとしてほしい犬もいる。イエロードッグプロジェクトとは、そのような犬たちが人との距離を必要としていることを広めるためのプロジェクトである。内容は至ってシンプルで、リードに黄色いリボンや黄色いものをつけている犬を見かけたら、そばに寄らずにそっとしておいてあげてくださいねというもの。道を少し開ける、他の犬を近づけないようにするなどの行為でスムーズなリハビリを促すことができる。イエロードッグプロジェクトの広まり。活動は2012年6月にスウェーデンの犬の心理学者やトレーナーなどのグループが始めたもの。活動のヒントは、周囲からの刺激に対して敏感に反応する犬の目印として、黄色いリボンを使っていたオーストラリアのドッグクラブから得ている。現在、同プロジェクトはインターネットを通じて日本やアメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、南アフリカ、スペインなどの国々で
瞬く間に広まりつつあります。イエロードッグプロジェクト、黄色いリボンが目印です。番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回はエッセイ一台と私のペット自慢ということで、鹿島さんに伝書鳩のお話をお聞きし、最後はイエロードッグプロジェクトを紹介しました。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。お別れはドリーミングのオリジナル曲から日の光を田島玲子さんでお聞きいただきながらのお別れです。それでは次回まで、皆さんごきげんよう。突然訪れ